皆さんこんにちは、フリーアナウンサーの柴田彩です。今年もルートートのチャリティーイベントに参加させていただきます。2回目となります。今年の作品はこんな感じになりました。ポイントは、私習字をずっと習っていて有段者で得意なので習字で書きたいなと思ったんですが、去年も思ったんですけど、やっぱりこのトートバッグに墨で書くのがなかなか染み込んでしまって難しかったです。でも一生懸命作りました。そして裏には、メッセージも込めました。ぜひ皆さんこのルートートチャリティーに参加していただけると嬉しいです。以上、柴田彩でした。バイバーイ。